はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。前回の動画でですね、 Windows 10どうしたらいいか教えてくださいって言ってたんですが、よく考えたらですね、この PC 一度も Windows 10にしたことなかったです。しかしアップデートのサイト行ってみたらですね、今のところ見てください、この進行状況 17% までできちゃってます。もうとっくに無料アップデート終わってるはずなんですけど、いける、今ダウンロードしてるだけだから、どうなんだろうな、ちょっとこのままやってみます。はい、ダウンロードが終了しまして、インストールする準備ができましたということで、インストール行っちゃってみたいと思います。はい、インストールいけるかな。はい、ここまで来ましたね。インストールしています。 PC は数回再起動しますので少しお待ちください。いけるのかな本当に。はい、再起動かかりました。今更新プログラムを構成していますということで、またこの後数回再起動するみたいですね。本当に今2017年の4月24日なんですが、無料アップデート終わってから何ヶ月経ってるんだ。本当にちゃんといけるかな。はい、なんとかいけちゃいましたねこれ。では次へをクリックして、全部これデフォルト設定でいいのかな。はい、コルタナって何、まあ使うにしておきましょうか。じゃあどんどん設定していきます。これさっきのやつだね。とりあえずキャンセルでどうすんだこれ、チェック外しといて、はい、いけたー、やったはぁ、すげえ、初めてだ。初、Windows 10。しかも、無料アップデート終わってるのにいけました。はい、じゃあ、それでは、こんなところで、今日は失礼したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。